今、世界には11億人ぐらいのですね、その無電化の、エリアで住まわれている方がおられるんですが、ダークっていうのは本当に生活しづらいですよね、難しいと思います。パナソニックはやっぱりこういう生活がしにくいというところに対して、何か解決策を講じたいなと考えたいなと思ってます。パナソニックは、ちょうど100年前にですね、電気をお届けすることで、暮らしを豊かにする、こういう事業を始めました。で、今も電気をお届けすることで、より良い暮らし、より良い社会を作ろうということで、頑張っております。ソーラーランタンプロジェクトというのは2013年から始めたんですね。で、約30カ国の無電化の地域の方に10万台のランタンを寄贈する、これが我々のプロジェクトです。例えばですね、学校ですとか、あるいはまた孤児院ですとか、こういうところにソーラーランタンを寄贈した場合は、子どもたちが夜勉強できるわけですね。したがって教育の質が向上します。成績も良くなるというところがメリットとしてあります。あるいはまた小規模なビジネスの工房のようなところ、こういうところにソーラーランタンをお届けしますと、夜間も女性なんかでも仕事ができる、こういう生産性の向上ということがあるんですね。あるいはまた診療所ですよね、お医者様のおられる、こう診療所ですと夜間出産というようなことになってもスムーズに対応ができますし、こういう教育とか、労働仕事ですとか、あるいはまた医療という面で大きな効果を発揮すると思ってます。本当にですね、ポジティブなインパクトっていう面では満足しています。ソーラーランタンっていう小さな明かり一つでですね、これだけ皆さんに喜んでいただける、あるいはまた暮らしを豊かにできるっていうのは本当にインパクトを感じています。ですけども、世界中にはまだ11億人のですね、方が無電化のエリアで暮らしておられますから、これからもこういう明かりをですね、提供し続けたいと思っています。例えば、クリーンなエネルギーを届けるという項目ですね。これは例えば灯油ランプの使用率をですね、37%ほど削減してるんですよね。こういうことが一つあります。あるいはまた全ての人に健康と福祉をという、こういう項目については、ランタンの明かりで誕生した子どもたちっていうのが実は2400人ぐらい、ミャンマーの例ですけどね、おられたりするんですね。こういう効果があります。あるいはまた先ほど申し上げた質の高い教育、こういうものも進級テストに合格した方っていうのがもう100%おられるとかですね。あるいはまたジェンダーの平等を実現する、こういうところでも、先ほど申し上げましたけど、女性の夜間での、仕事の機会が増えて、収入が4割ほどアップした、こんなことが主な成果として考えられると思ってます。それともう一つは貧困をなくすという SDGs の目標ですよね。これについても、灯油ランプのいわゆる燃料費代をですね、50%削減したりっていう、こういう効果があります。ちょうど創業者の松下幸之助がですね、1918年にこの会社を作った時に、会社っていうのは社会の公器だっていう、こういう言い方をしたんですよね。社会からいろんな資源をお預かりをして、で、我々は社会課題の解決のためにいろんな製品とかサービスを提供する、まさにこれがパナソニックの経営理念であり、またサステイナブルな経営そのものだと思うんですよね。こういうことに我々は強い信念と自覚を持って、これからも SDGs の目標達成のために頑張っていきたいと思います。松下幸之助は、より良い暮らし、より良い社会の実現を目指したわけですが、その原点にあるのは実は貧困をなくす、貧困の解消ということなんですよね。まさに SDGs の最初に謳われている、こういう考え方をぜひ実現したい、ということで始めたわけですから、これからも我々ですね、サステイナブルな社会の実現を向けて、仕事を続けていきたいと思います。私たちパナソニックが取り組んでいる、サステイナブルな取り組みですね、事業として、もう一つは藤沢 SST、藤沢サステイナブルスマートタウン、この事業があります。藤沢サステイナブルスマートタウンはパナソニックの工場跡地を再開発した街づくりになっています。
エネルギーを中心にした街づくりで100年続く街を目指そうということで今開発。世界のスマートシティでは環境数値目標を掲げるということが決まり事になっています。で、藤沢サステナブルスマートタウンでは、エネルギー目標として CO2 削減 70%、 再生可能エネルギーの利用率 30% 以上からもう一つ、節水ということをテーマに掲げてまして、生活用水を 30% 削減しようと、こういった数値目標を掲げているスマートタウンになっています。家庭で使うエネルギーの一番大きいのは、テレビ、エアコン、冷蔵庫、照明といったところで全体の6割を占めます。だこれを、まずは省エネ機器にするということですね。スマートハウスに設置する、エネルギーを使う機器に関しては省エネ型のですね、設備を最初から入れておくと、それでもエネルギーは使うわけですから、どういうふうにエネルギーを使っているかを見える化するということで、エネルギーマネジメントのシステムを使ってですね、住民の皆さんに、どれだけエネルギーを使っているかっていうのを見せています。で、住民の皆さんは見えることによって、じゃあもう少しこうしたら、もっと省エネができるんじゃないかということを感じるようになりますし、日本では今余ったエネルギーを買い取る制度がありますので、皆さん毎月の電気代がですね、電気代をコストとして考えるんじゃなくて、実は買い取りでお金をもらえるということで、やる気になってですね、どんどん省エネが進んで、結果太陽光発電を中心としたエネルギーを利用していくと、こんなような仕組みがマネジメントを通じて回っているということです。 SDGs では17のターゲット、その169のアジェンダということが掲げられていますが、藤沢サステナブルスマートタウンではその中の8つのゴールを掲げて進めようとしています。で、その中でも、エネルギーを中心の取り組みが非常に注目されていますので、みんなでエネルギーを使う、そしてクリーンにということと、気候変動への対応というところが、一番、達成目標としてやるゴールかなと思います。それ以外にも、持続可能な街をやっていくためには、全員参加型で、暮らしやすい街を作っていこうというゴールだったり、それからパートナーシップで、街を作っていく、こういったところの SDGs のゴールということがですね、このプロジェクトで掲げているゴールということの目指す姿と同じかなということで今取り組みをしています。ベターライフ、ベターワールドの実現のための責任というのは強い責任感を持って我々は事業しております。と言いますのは、SDGs のようにですね、いろんな社会課題っていうのが今グローバルにたくさんあると思うんですよね。増えてると思うんですよね。例えば先ほどの労働の問題、教育の問題、電力、環境の問題、こういったものを我々ですね、大きな社会課題として捉えて、それの解決のために頑張りたいわけです。